上開きのちゃんと4枚のガラスの、そしてダンパーもバッチリの、そして数少ない4人乗りの仕切り棒ちゃんとついてるウォークスルーゴンです。探してもなかなか出てこないでございます。もともと荷台の方はあの木がなってるんですけども、これ新たに作り直してですね、床の部分ちゃんとできております。もちろん塗ってないんでね、ちゃんと仕上げる人にはこれからの車でありますけども、そうそう出てきませんからね。さっき走ってたらガタガタ落としてましたけど、タイヤのあたりですかね。うん、タイヤではないと思うと、あっちっすかね。まあ、多少足ガタガタ言ってますんで、ショックとかですね、消耗部品系、外装とかは部品出ないんですけど、消耗部品系はある程度出るかと思いますから、タイヤはちょっとひび入ってますけど、車検には通るレベルでした。ちょっと鎖とかですね、完璧なものはもう存在してないと思うんですけど、もう室内保管とかでですね、これちょっとしたサビでできて穴開いてますね。ここはやり直したみたいで、このようにですね、もともとあの板金屋さんがですね、一からあの仕上げるということでちゃんとあのやったようでございます。外装はまあ艶はちょっとなくなってきてますけども、ぼっこりっていうのはもうなんかですね、過去にちゃんと直してきてるという、この辺も腐ってたんでしょうね、あの作り直してあります。あとは塗るだけという段階の方に仕上げてきてもらってます。いやもう村上1968年って書いてありますけどね、1968、ここはノーマルで、ここから切って繋いでやるというような話でしたね。ちょっと、ひねり取ると危ないので、このようにカーボンエンジンになっております。早くて快適です。バッザートのシートですね。それまたこれ結構程度がいいですよね。多少のへたりはありますけど、あとはまあ多少のマウントですかね、ドライブに入れると振動は結構あるかもしれないですね。これをドライブにちょっとですね、あのまだタブ用が低いんですよね、ちょっと手が下の方に、ちゃんとあのここで出ますんで、まあ、多少というか振動はありますかね。この仕事素晴らしいです。本当に力やるのはすごく大変な作業ですからね。エイムだけ高級音、高級音でしたっけ。最初ミスの渡辺さん、浮上アンテナから4時のクシリキお父さんでした。皆さんどうもありがとうございます。たまに切れちゃうんですか。あ、大丈夫ですね。810でしたっけ。スピーカーが楽しいお車でございます。ありがとうございました。